苦手なもんなので、こう東京がね苦手なんですよ。で、まあ俺は育ったところからだとね、東京近いんですけど、都内近いんですけどね、どっちかというとやっぱり横浜の方が電車とかの関係でね行きやすかったもんで、やっぱりこっちの横浜の方が馴染みがありますね。とはいえですね、やっぱり横浜もまあ都内ほどではないんですが、人も多くて、最近はもうほとんどこっちまで来なくなっちゃいましたね。止まってますね。もう煙が出てるってことはエンジンかかってるのかね。でかいですねやっぱね。客船としては日本一なんでしたっけ。あんまりそういうのよく知らないんですけど、向こうがみなとみらい。じゃああんまりね出歩いてもしょうがないんで帰りますか。水上警察、あんまり大きい声じゃ言えないんだけど、もうすげえ若い頃に追っかけられたことがあったな。褒められたことじゃないですね。夜の山下公園、左側だからちょっとあんま映んないかな。カメラ俺右側につけてるんで。左側が山下公園ですね。まあ夜なんで真っ暗なんで分かんないでしょうけどね。ちょっとメガドンキの派手さどうにかなんないのこれ。ちょっとねここはね昔バンドホテルっていうねホテルがあったんですよ。まあ古いホテルでね別にどうということはないんですが、まあでも横浜といえばね、まあホテルでいうとニューグランドかバンドホテルっていうねイメージがあったんですがね、まあ時代の流れなんですかね。すごいねこれ。俺自分の店始める前ね元町のレストランで働いてたんですけどね、もうちょっとの間だったんですけどね、その頃はもちろんメガドンキなんてねなくて、まあそれでもだいぶ昔の元町とはね雰囲気変わってましたけどね。まあ、メガドンキができて喜んでる方ももちろんねいらっしゃるでしょうけど、まああくまでこれは個人的な意見としてですけどね、まあ正直ひどくなったなっていうのが、あくまで見た目の問題ですけどね、見た感じの問題のです。左側が
あれですね、中華街の方ですね。暗いからね、そんなこと言ったって多分ね、真っ暗だよみたいなね感じですけど、ここは北京飯店、ここはもう昔からありますよね。ちょっと遠くから北京飯店の屋上とか見るとね、あの北京ダックに使うやつとかはね、吊るしてあったりとかするんですよね。最近はないのかな、昔の中華街のね、あの例えば四条通りとか、ちょっと裏の方入るとね、あの生きたカエルとかさ、あと首落としたダックのね、あの身というかね、まだ肝蒸してないやつとかがね、そのままバケツみたいなところに入ってね、売ってましたけどね。まあ子供の頃を見たりすると、確かにちょっとおーって感じのね、まあまあある意味ショッキングな感じもあるかもしれないけど、なんかそういうとこもこうね、中華街っぽい感じで、日本の文化にあんまりないじゃないですか。やっぱこうね、中国、まああとアジアっていうかな、アジア感っていうのかな、あって、うん、あれはあれで俺は好きだったんですけどね。ここ馬車道ですね。昔会社員だった時にこの界隈でもね、これ今右の方行くと横浜駅の方なんですけども、その辺でも働いてましたね。今これ、電車を越える橋なんですけど、これ真っすぐ行くと三沢で、反対方向からね来ると、まあキロぐらいの速度で走ると、ここでね結構昔ずっと工事やってて、工事用の鉄板があって、なんかジャンプ台みたいになっちゃってて、キロで走ってすげえジャンプしちゃって、結構ビビったことがありますけどね。これこの辺どっか左入ったあたりの飲み屋でなんか女の子と飲んだ記憶があるな。あれはなんでこんな方まで来たんだろう、覚えてないけど、まあ女の子って言っても、昔の会社の飲み友達の子なんですけどね、やましい関係は一切ちょっとしかありません。ちょっとはあるんだ。